ねえ、聞こえる？ね、大丈夫？だいぶ参ってるみたいだね。さあ僕も。うん。他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこんなおかしなことに巻き込まれるなんて。ねえ、聞いてる？ねえ。そうだね。そうじゃなくてさ。よろしく。僕は駒枝凪人だよ。僕は幸運なんだよ。そうじゃなくてさ。そうだね。どうしたの？僕なんか。どうしたの？大丈夫？
と。ねえ。よし。どうしたの？ねえ。実はさ、予想外だよ。日向くん。ですよね。私はじゃじゃーん。よし。ピン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 。そうじゃなくてさ、私はね、西園寺ひよこって言うんだ。よいしょ、よいしょ。実はさ、
おっす。あれ。おっす。俺は尾張茜ってんだ。よろしくな。あのね、俺予想外だよ。よかった。ねえ、クズ竜冬彦だ。言っておくが、てめえらと慣れ合う気はねえからな。憧れちゃうね。実はさ、はい、こら。ちょっと、男子でしょ。はいはい。私の名前は小泉真昼だよ。ま、これからいろいろよろしくね。実はさ、ああ、あれ？ほらほら。でも、よかった。ちょっと、あんたね。残念でした。頑張りなさいよね。わかった？頑張り。
高校級のマネージャー、二代猫丸とはわしのことぞ。声が小さい。わしが二代猫丸じゃ。よかった。まあまあ。何か用か？わかった。私の名前はペコ山ペコという。こちらこそよろしく頼むぞ。実はさ、どうやら、いや、日向君、おい。あ、ママ道明です。超高校級のゲーマーです。趣味はゲームです。オールジャンルでいけます。よろしくお願いします。すごいよ。ごめん。ごきげんよう。やあ、僕の名前は花村てるてるだよ。巷では超高校級の料理人なんて呼ばれてるけど、超高校級のシェフと呼んでもらえるかな。その方がほら、アーバンな香りがするでしょ。すみません、私はソニア・ネバーマインドと申します。私は褒めて使わします。
まあそんな感じかな。わかるかい？ボンジュー。わかるかい？そうだね。俺、どうしたの？ごめんなさい。ひなたくん。
そうそう、俺は相田和一っつんだ。超高校級のメカニックってことでよろしくな。つうかよ、ギリだな。だってよ、とりあえずよ、でもそうそう、貴様よかろう。とくと聞くがいい。俺様は田中ガンダム。覚えておくがいい。いずれ世界の全てを支配する男の名だ。焼かれろ。きっと愚かな己の無力さを知れ。ひざまずけ。我が名は田中ガンダム。これぞ田中キングダム。
何の用？ねえ。俺の名は戸上白夜だ。実はさ、憧れちゃうね。なんだ。いいか。え？皆さんおめでとうございます。どうやら最初の希望のかけらを全員分集め終わったみたいです。うる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 、はちし嬉しいな。というわけで、そんな皆さんをさらにハッピーにするプレゼントを用意しました。お手数でちけど、最初の砂浜に集まってくだちゃい。クスクスクス、輝かしい気分は皆さんと共にね。どうしよう。でも、まあいいだろう。いいか。そういえば、あ、な、あのね、あのね、あの、あのね、呼ばれが止まりませんな。はっ、ありえん。なん、ふんふんね。いいか。聞け。まさか。妙だな。安心しろ。やっほー！うっしょー！好きそも正直なところどうやら、いいですよ。気合いさ、バカじゃないの。やめろ。ひなたくん、
ところで、待ってよ。よし。そんな。わかった。あ、ソラさん。マジかよ。マジの変装。早速頼むとするぞ。え、ムキムキの男にオイル塗れって。うん、オッケーだよ。僕って守備範囲が広いからね。広すぎでしょ、一人で全部カバーしちゃってんじゃん。たっぷりぬるぬると塗りたくってあげるね。なんじゃこのドエレさっきは。ヒヒヒあれで。おいみんな、俺を忘れてんじゃないだろうな。おいおい待ってくれって、俺も混ぜてくれよ。あれ、ああ
然だ。その後はそもそもお前は地味なんだよな。真っ白なウサギなんて地味すぎるんだよな。というわけで僕好みに改造してやるよ。僕に逆らうとどうなるか。噛み砕いて噛みちぎって噛みしめさせてやる。頭の弱い子。
いやー嘘だろ。ない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 。説明しましょう。だそれ。そんな。学級裁判後の愉快なお仕置き隊。これも殺し合い修学旅行のお楽しみの一つだね。うぽぽ、どんな鳥肌もののお仕置きが飛び出すのか、今から楽しみだなっと。なんちゃらクローで脳天串刺しとか。ユーモア満点なお仕置きもあるかもしれないよね。キラーン。エコリポップだね。クソが。そうだ。やだな。信じない信じない。何なの。どうだろうね。とにかく何なのよ。おやおや、待ったれ。知らんぞ。やってやろうじゃねえか。行くぞ。かっやろう。はいはい。でよ、もぬけもの。
に逆らえないんだよ。無残な海の藻くずになりたくなかったら、僕には決して逆らわないことだね。言っとくけど、僕には慈悲も同情も哀れみもないよ。だって僕は熊だからね。南の島でテンション上がっちゃったなんて言い訳は一切通用しないんだからね。信じない信じない。どうなってんだ？あり得るな。では答えてよ。ところで、いいか、ここにいる俺たち自身の方だ。見ず知らずの連中と共に南国の島に連れてこられ、そこで殺し合いを命じられ、そうやって植え付けられた絶望的な恐怖心から逃れたいという気持ちこそが俺たちの最大の敵なんだ。Gang, gang, bang, bang.